バンドです。楽しんでいきましょう。復活の呪文
かにこうジャンルってさ好き嫌い絶対あると思うし、でも好きでも嫌いでもないものをずっと関わり続けていったら自然と好きなものって増えると思うんですよ。だから好きなものが増えることってさ、そっちで笑い取るのやめよう。好きなものがさ増えることって間違いなくさいいことじゃん。で今自分が好きなものがもっと好きになれば、あなたたちのその一瞬一瞬っていうのが大切なものになっていくと思うんだよね、今よりもっと。だからまあ食わず嫌いじゃないですけど、聞かず嫌いとかいうのかな、分かんないけど、ぜひあのスミカっていろいろ名前聞いたことあるけどあんまり聞いたことないとか、あのそもそもあんまり聞いたことないとかいう人はぜひ少し YouTube に多分何曲かあると思うんで聞いてみてください。でですね、最後曲なんですけど、今ねキーボード弾いてくれてる神大くんが掛け声を言うんですよ最後。多分喉が枯れるぐらい全力で掛け声出してくれるんで、その掛け声でも僕が始まります。で彼は人生初となる多分ダイブをすると思うんですよきっとね。で彼はねちゃんと考えてるから、1年生女の子とかね2年生女の子がいるところには多分行かないように配慮してると思うんで、怪我したくないなっていう人は彼が飛ぶところからちょっと離れてみて、ちょっとそこは保証できないからなるべく。最後までありがとうございました。鈴鹿でした。